はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、酎ハイです。氷結の、キリン氷結の糖質 50% オフ、サワーレモンです。果汁が 4% で、アルコール度数 4%、糖質 50% オフ。原材料がレモン果汁とウォッカと、食物繊維と糖類と香料と酸味料。これ、以前飲んだのかな？わかんない。ニュー、早摘みレモン使用。早摘みレモンの氷結ストレート果汁を使用した。爽やかな酸味が引き立つ、澄み切った後口の美味しさ。サワーレモンってなんだ？サワーレモンって何ですか？わかんない。サワーレモンって何？わからん。サワーレモンって何や？乾杯。甘くない。甘くないんだけど香りが強いですね。なんだろう。この、普通のレモンとは、違う。このなんか、なんやろな。普通の氷結レモンとは明らかにこの、何か違うな。なんだ。香り。香りが明らかに違うんかな、うん。どう違うかって言われると、それは飲んだ人にしかわからない。飲んだ人にしかわからないっていう、ね。サワーレモン。あ、これは、美味しいですね。これ何がサワーレモン？サワーレモンって、何サワーレモンって。酒のレモンって何？サワーレモンってさ、あ、でも全然酸っぱくない。酸っぱくないじゃねえや。甘くないですね。なんやろ、甘さ控えめ。これ昔飲んだことあるんやけどな。なんか青々しい香りが強いですね。普通のレモンに比べると香りが明らかに強いですね。なんかこう青臭さっていうのが若干あるような。だから普通のレモンよか早く摘んでるからちょっと青いんやね。色がな。うん。その影響でちょっと、なんか、ちょっとこう、早く摘んだせいで、香りがちょっと、ねえ、青臭いっていう。早摘みレモン。でも甘くないですね。うん。甘くない。個人的にこっちの方が香りが強い、風味がすげえ、強いですね。うん。風味が強い。でもやっぱレモンだなーって感じがするな。ライム、色がさ、ライムなんだけど。色が若干ライム地味てんだけど。いや。でも、
どうしてもライムに、この味、香りすごいね。しっかりレモンだもんね。ああ。ライムじゃねえんだよな。しっかりこう、レモン、レモンですね。あ、グリーンレモンね。いわゆる、ね、グリーン、完熟前の早摘みグリーンレモンだって。まあ、レモン1個100円ぐらいか50円ぐらいか、1個100円ぐらいするか、50円から100円はするね、うん、まあライムは1個下手したら200円とかするからな、クソ高いね、ライム。それに比べたらレモンは全然、あれっすね。2個で100円とかで売られたりするんで。あ、まだいいっすよ。ライムはガチで高い。買ったりする。あの、場所によれば。俺の、あの、地元だと、下手したら6個100円とかで売ってたけど。地元っていうか、あの、東京の、なんだ、ローソンストア100でね、あの6個で100円とかで売られてたの、びっくりしたけどね。あれ1個200円とかするんで、下手したら。なんであんなに売られてるのかさっぱりわからんけど、そんなに売られてても、あの、季節で売られることがある。どうしてもそんなに大量にさ、買ってもさ、なあ、安いっつってさ、大量に買ったとしてもさ、どうにもこうにもな、どうしようもできないからな。どうにもできない。あ、でもやっぱり、糖質 50% オフはでかいね。全然甘くない。むしろこれ甘い方が俺好きやねんけど。これ糖質 50% オフじゃなくて、あの 0% オフの方が俺好きなんやけど。チューハイって、うん。甘味料の甘さじゃなければ全然好きなんだけど、ね。ちょっと甘くなさすぎるな、これは。これちょっと甘くなさすぎるな。もうちょっと甘くないと俺、個人的に、あんまり、全然甘くないもん。酸っぱい。むしろ酸っぱいぐらい。これはちょっと、あれやな。うん。まあ、微妙やな。あんまりよろしくないタイプ。2142です。ご視聴ありがとうございました。